16日午前10時ごろ、湧別町豊床の海沿いを通る道道で撮影された映像です。道路を歩いていたのはトドのような動物です。警察によりますと、体長はおよそ150センチで、胸に毛が生えていることからトドの子供とみられています。現場には警察や漁協関係者などが立ち会い、トドとみられる動物は漁網で持ち上げられトラックへ。目撃情報があってからおよそ2時間後、トドとみられる動物に怪我はなく、近くの漁港から無事に海に帰ったということです。警察は熊と同様にトドなどの動物を目撃した場合は近づかず、警察や役場に連絡してほしいとしています。